どうもー、陽次郎でーす。はい、朝倉ゆいさんの、スタッフのツイッターにこういうツイートを行いしました。こんにちは、朝倉ゆいマネージャーです。11月20日、25時45分からの、テレビ東京、ゴッドタンに出演します。アドリブのみで、ドキドキの内容でした。関東以外は、放送日時がまちまちです。TVer などもあります。ぜひご覧ください。ということでね。はい。すごいです。ゆいちゃんがゴッドタウンに出演ということでね、いつの間にかゴッドタウンじゃなくなったんですね。ちょっとなんか、僕の中では結構ちょっとね、エロい番組というか、そういうイメージなんですけども、なんですかね、すごいですね。本当初バラエティじゃないですか、そのリバイス以外でということでね。これは多分シュープレさん効果じゃないかなと思うんですけども、すごいですね。すごいしか出てこない。で、なんか、ちょっとなんか、来週に予告みたいなので、ツイッターかどっかで見たんですけども、なんか、本当になんか楽屋みたいな、その前室みたいなところで、なんか、そのインパルスの板倉さんと何か、やりとりをしてて、なんか、ちょこちょこ喋ってるのを見ましたけども、そのなんか、ね、72時代って言ったら怒られるかもしれないですけど、なんか、ほんわかとした、なんか、僕らの知ってる、なんか、天然のなんか、ほわーんとしたゆいちゃんが、見れるんじゃないかなと、思いますね。だから今週ね、25時、土曜日か、楽しみですね。はい。まあ、僕の、そのゆいちゃんの、まあ、動画でよく、まあ、原川芽衣と朝倉優衣は違うみたいなことをね、言ってくれる方いますけども、まあ本当に僕はごめんなさい、本当に申し訳ないんですけども、僕は同一人物だと、認識しております。それはごめんなさい、変わらないです。はい、もしごめんなさいね、本当にそのなんか決定的な証拠がもしあるのであれば、何かその証拠を 見させていただいたら、うん、ちょっとありがたいなって、思います。うん、ね、最近あれですね、そのグループ時代は結構なんかその明るめというかちょっとフリフリとした服が多かったんですけども、やっぱりなんかリバイスというか、そのアリレア様を演じるようになってから、そうやっぱりこの写真にもあるように黒い服が増えましたね。そしてこの黒い服がまた似合ってる、何着ても似合っちゃうのね、やっぱりって感じで、っていうのが僕の感想です。はい、もう今週の放送が楽しみですということでね、ここら辺にしようと思います。それでは、チャンネル登録だったり高評価、バッドボタンでもいい、何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとは、コメントも、よろしくお願いいたします。